N スで明日ひんまですね。知らんがな。痩せてストレスで痩せるやつもダメなんだね。うん。ほどほどなんかいいんだよ。ほどほどが。もう自由にやってるのは。俺なんか結構自由だぜ。俺に文句言うやつなんか誰もいねえし。うん。ラータ。会社の人間ドックで分かった。肋骨が折れたの治りました。それ、どっかぶつけたんだろう、酔っ払って。うん。そんなら、飲もうっと。うん。もう覚悟を決めるしかねえよ。自分がどう生きるかだよ。酒を飲みたきゃ飲んで、その先どうなっても知らないよって言われても、飲みたいなら飲むのか、我慢して、うーってなるのか、それだけだよ。じゃねえの？だからそれはさっきも言ったんだけど。仕事したいんですよね、塾女バー。さあ、いらっしゃい。うるす。いつもありがとう。チャンマンは医者で酒控えろって言われたことある。だから、レンと俺医者行かねえから。うん。多分 100% 行ったら飲みすぎって言われるよな。うん。だって、あ、エビちゃんお疲れ。だって俺診察行くじゃん、レント。まず診察室入った瞬間に医者に酒くせえって言われるからな。ああ。間違いないよ。ああ。うん。控えろとかってか、まあ問診票に一日にどのぐらい飲みますかつって言われたら、イチコを毎日1800ml と淡麗グリーンラベルを350ml を3本って書くから、それ言って医者見るだろ。で、飲まない日はって言われた。あ、ないです、ないです。うん。だから覚悟だよ、自分の。うん。どっちを選択するから。うん。いや、面白いかどうかわかんねえけどよ。だって問診票ってあんじゃねえかよ。医者行きゃ多分そういうの、タバコあって1日4杯前だったらパーラメントのを1日4箱って、狩猟まで嘘つくの。俺の狩猟は嘘でも何でもないよ、もう。ああ。毎日ファミリーマートでイチコ1本買ってきてんだから、ああパンダ今度ファミリーマートで毎日貼っとけ。それでもなんともないんだね。うん、ないね。だから俺さ、キューパーの氷結ってそんなの
バカになるのかなと思って350だけど買ったけど大したことねえな。くれりゃそれでいいよ。